皆さんこんにちは、あじまでございます。今回はですね、ニコン ZF にですね、ニッコール Z26mmF2.8 こちらのね、薄型単焦点レンズをつけていろいろね、スナップを楽しんできました。で、時折ですね、動画もですね、記録してですね、スナップムービー、まあショートクリップつないだだけなんですけど、スナップムービーも用意しておりますので、ちょっとね、 ZF のこの撮影のね、感覚をお伝えできたらなと思うんですが、やはりそのまあ少しね、外出するときに、まあ、ZF というね、こういったカメラですね、ヘリテージデザインのね、フルサイズのですね、2450万画素、中には画像処理エンジン X スピードの7が入っていると、この見た目に関して中身が最新のミラーレスというね、ところで驚くところもあるんですが、いろいろスナップ快適に楽しんできました。で、操作周りであったりとか、あとは機能面、あとはですね、その初感、まあ、使ってみた印象、この3つの、まあ、視点というか感覚からですね、今回はいろいろ印象を語っていこうと思います。今回もジマチューブ行ってみましょう。ジマチューブ、はい、改めましてジマでございます。このチャンネルではですね、撮影に関すること、カメラに関する情報ニュースを毎週更新で投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。一つ目ですね、スチル、まあ、写真ですね、写真を撮ることが楽しくなるカメラですよっていうところをね、もう皆さんもご承知の上かと思うんです。もうご認識されてる通りだとは思うんですけども、やっぱりですね、写真撮って、楽しかったです。やっぱそれが一番ね、強調したいかなというところで、こうとね、シャッター切っていく感覚がすごく楽しいカメラで、時折ブラック&ホワイトに切り替えてね、後ろのバーのところをダイヤルをこうブラック&ホワイトに切り替えてモノクロームにしてパシャと撮るというところもね、すごく楽しいカメラですし、モノクロームもですね、あのディープトーンとフラットで選べて、基本はまあディープトーンで撮っているんですけど、時折ちょっと影がきつすぎるなっていうところはフラットのモノクロームで楽しんで撮影するというところがありましてですね、そのヘリテージデザインなので、もう見た目こう首からね下げてて、カメラをぶら下げた状態でこうパッとよし撮ろうって思って持ち出してね、持ち上げてね、ファインダー覗いてカシャって撮るときにはもうそもそも楽しいってところがありまして、いろいろその機能も含めてですね、快適に撮ることができるんですよね。そのなんかレスポンス全体的に今までのまあカメラよりかは優れておりますし、まあ、Z の8とか9に対してそんなに遜色のない、レスポンスといいますか、まあ駆動系のところもね、かなり快適に使うことができるので、撮ることがすごくハードルが下がるというか、快適に撮ることができるっていうのは、まあ、感覚としてあります。で、スペック面もですね、やはりお伝えしている通り、まあ、優秀なんです。特にオートエリア AF と 3D トラッキングがめちゃくちゃ活躍してくれるんですよね。もちろんシングルポイント AF で捉えて自分で構図を作って、ですね、撮影するというのも魅力的ではあるんですけども、ZF の場合はもうオートエリアがすごく優秀なので、もうパパッとオートエリアで構えて撮ってしまえば大体、バチッと自分の撮りたい写真が撮れるという形になっております。対して 3D トラッキングはですね、私自身この AEL のところに割り当ててるんです。なのでシャッター切る時のこのレリーズのところを半押しで、オートエリア AF で普通に撮ると、でちょっと、真ん中のものに対象を絞って撮りたいなって思った時は親指 AF というか AEL、AFL に 3D トラッキング割り当てて真ん中で捉えて構図作って撮るみたいな。で、この捉える精度がですね、ものすごく捉え続ける精度を含めて優秀なので、オートエリアとまあ 3D トラッキングで大体カバーできるかなってのは、撮影を楽しんでおりました。で、マニュアルフォーカスのレンズになりますと、マニュアルフォーカス時の被写体検出というですね、機能が備わっておりまして、マニュアルフォーカスのレンズではあるんですけど、こうファインダーを覗いてるとね、なんとなくここ人物ですよねとか、これがオートフォーカス合わせたいポイントですよねみたいな、ちょっとアシストしてくれるんです。マニュアルフォーカスだから、そのレンズそのものがフォーカスを自分で合わせてくれるってことはないんですけど、ある程度被写体を狙っていくと、カメラ側でなるほどなるほど、このものを撮りたいんですね、撮影対象はこれですねみたいなことをちょっと感づいてくれて、枠が出たりするんですよ。人物やったら瞳 AF みたいな形で枠がね、顔の周りに出てくるんですけども、そうなった時にプラスボタンやったかな、この拡大、私ちょっとカスタムで割り当ててぐちゃぐちゃになっちゃってるんですけど、拡大ってすると、その今までであればマニュアルフォーカスの時ってそこじゃないっていうところが拡大されてたりね、することが多かったんですが、
ZF の場合は被写体検出した場合、検出しているエリアを中心にも拡大してくれているので、マニュアルフォーカスで例えば人物などを撮るときにマニュアルフォーカスで合わせつつ、被写体検出されました、瞳 AF とか顔認識してきました、プラスを押すと、その顔の部分がね、構図で右半分とか左半分のところに作っとったとしても、ちゃんとその部分を拡大してくれるので、マニュアルフォーカスを使ってる時の撮影のスピード感、リズム感っていうものがものすごくですね、向上したのは ZF に対して思うところでございます。なのでスナップ撮影でもですね、やはりその Z の8でもですね、感じたところがありまして、遠くの人物を検出する機能っていうのがものごっと優れてるんですよ。なので今までのカメラであれば、構図を作って写真を撮ろうと思った時に人物が入ってきて、そうそう、そのシルエットみたいな形でパシャって撮ってたんですけど、 ZF、まあ、Z8 もそうなんですけど、構図を作って人が入り込む瞬間、立境のところで人が入り込む写真があったんですけど、その瞬間にもうカメラが被写体見つけてくれるんですよね。めちゃくちゃちっちゃかったりとか、いや暗いよっていうところでも、被写体を、被写体というか、まあ人物ですよね、人物を認識して追っかけてくれるっていうところもあったりするので、モノゴッツですね、快適に撮影ができるし、自分自身もあそこに人おったんやっていうのを、ここの写真みたいに傘で隠されてると分からへんけどねっていうところがあるんですけど、検知してくれるんで、ものすごくですね、快適に撮ることができるというところがありますので、この ZF というカメラはですね、本当にスチルを撮影するのにすごく快適。もちろんその FXDX を切り替えての撮影とかもできるんですが、画素数的に1100万とかになるのかな、 2.25 倍ってなってくると2450万画素でしょ。なので個人的にはもう FX そのままで撮り続けるという方法を選んでおりました。で、 ISO 感度のところはですね、 ZFC、ZF シリーズってどうなってんの、どうしよっかなって思われてる方も多いんですが、カスタマイズのですね、動画投稿しております。で、カスタマイズの動画の中にファンクションボタンであったり、録画ボタンであったりとか、ディスプボタンであったりとか、そういったところに私が何を割り当てているのか、で、何を割り当てたら右手だけで全て操作が完結して撮ることができるのか、まあ、いつも通りの写真の感覚ですよね。ここです。この辺りでも被写体余裕で検知します、今ぐらいのサイズでもね、っていうのをお伝えしておいて、なので気になる方は、カスタマイズのね、動画もぜひ、ZF 買われる方は、あ、そういう風に設定したら ZF 快適に使えるんやなっていう参考にね、使ってもらえたらというところがありますので、ISO 感度を録画ボタン側にね、設定して、もうコマンドダイヤル、サブコマンドダイヤル使って ISO 感度の、まあ、値を変えたり、ISO オートですね、感度自動制御をオンにしたりオフにしたりっていうのができるので、ものすごくですね、快適に撮影することができると。で、ファインダーもめちゃくちゃ綺麗なので、確かにバリアングル液晶便利ではあるんですけど、私は個人的に、まあ光軸がずれるっていうところもありますので、ほぼほぼ EVF ですね、電子ビューファインダーで覗くか、もう覗かずにノールックで近づけて撮るっていうことをしております。なのでレンズというものがあまりにも大きいものだと、ちょっとね、グリップ感のところが怖くなっちゃうので、薄型単焦点で一番レンズの Z レンズの中で一番薄くて軽いですね、フード外した状態ですよ、フード外した状態で薄くて軽い 26mm でこう手、片手で持った状態で撮ると。これが ZFC であれば本体が445とかなので、もっと軽いんですよね。なのでレンズ多少大きいものつけても何も思わなかったんですけど、 ZF の場合はもうこの状態で900g 弱あるんですよ。 710g に対して130g のレンズをつけて、いろいろアクセサリーとかつけたりすると 900g 弱になるので、その撮影の時はちょっとね、注意が必要かと思いました。感覚としてはですね、急いでバシャバシャ撮るというよりかは、撮る瞬間を待っておいて、狙った瞬間で確実に撮るみたいな感覚の方が楽しいかなと。確かにその高速連続撮影ですね、拡張してもらうとですね、野鳥のシーンでも全然使えるカメラなんです。で、レンズもね、私も 400mm4.5 とかに、まあ、ZF ネタでちょっとつけてみたりしますけど、まあどちらかというとレンズが主役でね、カメラはおまけみたいになってしまうところがありますので、まあ現実的ではないと。で、ある程度大きなレンズってなってくるとですね、まあつけて撮ることはできるし、Z マウントのね、 FX 機の魅力を最大限に生かすっていうことはできはするんですけど、まあ個人的にはしっくりこんというか、別のカメラでやった方がええかなっていうところがあって、じゃあ ZF って何つけるってなったら26、
40、28でこれ40はノーマルモードっていうか、スペシャルエディションじゃない普通の方をですね私購入してますけども、だってスペシャルエディション後から出たからね、40ミリ購入してますけども、まあ40、26、28、まあ、この辺りをね使うことが多いかなってのは思います。っていうのは私の使い方が ZF は、まあ、スナップ撮影であったりとか、カメラちょっとええやつ持っていきたいなっていう時に、持ち出すものになります。で電源のオンオフも結構快適で、もうこのソフトシャッターレリーズのところ上からつまんでくってね、もう動かすだけで結構快適に、電源もその前みたいに入れて おーとか電源入れてファインダー覗いて、あまだか、あ今来たみたいな、そういった感覚はないので、比較的起動も早いというところもありますので、そのあたりも、まあ、使ってて、そのなんていうんですかね、今まで、あZ シリーズって写真を撮る上でちょっとしたちっちゃいちっちゃいストレスがかかってたんやなってのが ZF で気づくようになります。 ZF はそのあたりが全て克服され、全てと言ったら大げさやけどほぼほぼ解決してくれているので、解決にね、簡潔、簡単にね、写真を撮り続けることができるなっていうところがあります。で写真を撮ってるとちょっと思ったのは、本体がね結構ホカホカしてきます。どういうことでしょう。やっぱりその ENEL15K ですよね、今はオフですね、このサイズのバッテリーに対して XSpeed7 ですね、今ニコンの画像処理エンジンの中で一番新しい、高精細なね、画像処理のエンジンですけども、なかなかパワフルだと思うんです。 Z の8でさえホカホカしますし、バッテリーね、高画素機っていうところも含めてなかなか持たせるのは厳しいっていうところがあって、 ZF はZ8 に対してバッテリーは結構余裕あります。なんかねそんなに気にせんかった。 Z の8は比較的バッテリーをチラチラ見てはいたんです、大丈夫やんねって。でも ZF は正直 ENEL15C で1日ね、この先ほど流してたスライドみたいに明るい時間から夜の時間まで、スナップとスナップムービーを、まあ、そんなにババババババってね Z の8みたいに激しくは使わへんとは言ったとしても、1日軽く使ってもバッテリーは全然残り2とか3とか普通に持ってたっていうところになりますので、そのあたりも良かったかな。なのでバッテリーの持ちはあんま気にせんでいい、まあ、予備バッテリーあった方が確実ですけどねっていうところと、本体がホカホカしますよっていうところが、まあ一つねお伝えしておこうかなというところで、そのカスタムでね、もう ISO 感度のところを C に固定してたりとか、シャッタースピードを3分の1ステップ幅に固定してしまっているので、もう操作としてはマニュアルもね動かすことがないので、このモードダイヤルね、なのでもうブラック&ホワイトかスチルかムービーかのボタン、ここを切り替えることと録画ボタン以外はもうほぼほぼこの上の部分はね、触らないっていうところがあります。コマンドダイヤルとサブコマンドダイヤルと、まあ、それぐらいですわ。あとはディスプボタンであったらアイメニューであったりね、そういったところで調整するのがこのカメラの、まあ、使ってた印象という形になります。で思ったことなんですけども、画素数の、まあ、意識というか画素数に対して皆さんがねどう思われるかっていうところはあるんですが、やはり私は 26mmF2.8 を使う上で、他のレンズでもいいんですよ、でも 26mmF2.8 を使う上で、まあ、広く撮ることができると。で DX で39で撮ることもできて、周辺光量値もねそんなに気にしなくてよくなるんで、比較的まあ、Z8 とか9とかの高画素機7も含めてですね、高画素機であれば FX DX で頻繁に切り替えてたんですよ。なので40であれば60とかね、26であれば39とか、28であれば42とかで、いろいろ変えて撮影することは多かったんですけど、 ZF に関してはもう画素数のところを含めて、ですね、もう FX のみで撮ってて、で FXDX 一発で切り替えれる、あの撮像範囲切り替えで FXDX 1対1 16対9とかじゃなくて FXDX を一発で切り替えれるようになっているので、まあ、Z9 とか8のね搭載されてた機能ですけども、めっちゃ快適でございます。であとはね思ったこととしては、電源がこう持った状態、カメラをこう持った状態でこう入れようとするとちょっとしんどかったりする。他のこういうエルゴノミクスなカメラに対してちょっとオンオフは慣れが必要で、どっちかっていうとこう上から見て上からこうつまんで回すにはめっちゃ快適なんですよ。なのでこのつまみの部分が若干浅いというか小さいので、こうスライドする形で指を引っ掛けるとちょっと難しいっていうのがあります。で私自身ソフトシャッターレリーズの上持って回すっていうね、で戻す時はこれで緩んでしまうので下を使うんですけど、まあ、どっちかっていうと上からつまんで回す方が
電源のオンオフは楽かなっていう風に思いました。実はソフトシャッターレリーズ茶色に変えました。前までね AR の11ですね、ニコン純正のソフトシャッターレリーズをつけてたんですけども、やっぱこれはこのねフィルムカメラの上がねシルバーのやつの方が合うなと思って、じゃあ ZF 何つけようかなと思って、また黒やったら面白ないんでちょっと明るい色のね茶色を追加で購入して、今付け替えて、おええ感じって思ってちょっとね楽しんでいるところなんですけども、これ ZFC できんかったですね。 ZF でできるようになったと、まあただのアクセサリーとか飾りですけどね。でもそれでもそういったちっちゃいことでテンションを上げるっていうのは大事になりますよね。なのでまあ電源のオンオフはちょっと他のカメラに比べてまあつまむとこがちっちゃいんでね、慣れてもらわなあかんなっていうところがあります。対してこっち側ですね、スチルとムービーの切り替えのね、ブラック&ホワイトのこの切り替えのところはめっちゃ快適です。スチルとムービーが近いんですよ。一番右にムービーがあって、真ん中にスチルがあって、ちょっと距離空いてブラック&ホワイトなんですね。なのでムービーとスチルは結構今までのこの後ろにあったボタンみたいに、うん、この感覚に近いです。この感覚に近くて切り替えれるんです。でブラック&ホワイトは一番奥にあって若干距離があって、ちょっとね重さが違うんですよね。なのでほんまにブラック&ホワイトですか、そうですみたいな感じの切り替え方になります。ムービーとスチルは結構軽くてカチ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 すぐ変えれる感じなので、この辺もね使ってて、こうファインダー覗きながら自分がバーを左に持っていくのか右に持っていくのかっていうのは結構使ってて楽やったかなっていう思うところはありましたね。なので結構使ってると。なのでそうですね、もうファインダー覗いて EVF 覗いた状態でムービーとかいろいろ変えるかなと。あと思ったとこはバリアングル使わんかったですね。高軸ね、まあずれるっていうところもあるんですけど、ムービーの時はね、まあこう低い位置からね、ローポジションであったりハイポジションから撮る時っていうのはまあこう使ったと。で縦構図の時もまあ使うというのはあるんですが、基本はもうファインダー覗いて撮っちゃうところが多いので、まあ私自身はバリアングルはそんなに使ってなかったかなと。でプレミアムエクステリアですね、貼り替えるとこの裏面のところも今回は色変えてくれるということなので、そのあたりはねちょっと興味があるというか楽しみにしてる方がいいんじゃないのかなってのは思います。せっかくであればね、ニッコール Z26mmF2.8 と ZF ですね、この組み合わせで、まあ、写真を撮りながら時折こうねバーを右側に倒してムービーも、撮ってきているので、ここ結構いいですよね。 26mm2.8 意外と近寄ったらボケるなって私自身も驚いたところあるんですが、ムービーをね撮りながら、コスモスもね時期ですねっていうところで、まあ、撮影してきたムービーを流しながらお伝えすると、3つ目は自分の中で意識していることでございますね。まあ一つはつけるレンズでございます。なので Z マウント対応の FX キーになりますので、どのレンズでもつけれるんです。 FTZ 使えばマニュアルフォーカスのレンズもつけれるし、まあコシナさんのねサードパーティー製にはなりますが、フォクトレンダーシリーズとかタムロンさんとかシグマさんとかいろんなレンズをつけることはできるんです。超望遠であろうが超広角だろうがつけることはできるんですけども、感覚的にはやっぱりね、あの薄型単焦点 26mm40mm28mm の3本、特に 26mm がしっくりはまったかなって感じがあります。それはね先ほどお伝えしてた、まあ、ファインダー覗きながら撮るってのもあるんですけども、片手ポッて近寄ってねこう撮るっていう時を考えた時に、26ぐらいであれば違和感なく撮ることができるという形でございますね。でもちろんズームレンズとかね、S ラインのレンズとかも使うことはできます。でも、まあ、Z の8が 910g なんですよ。で Z の F が710g なんですよ。実はここ 200g しか差がないんですね。ってなってくると、ズームレンズとか超望遠とか超広角とか大きめのレンズっていうのは高画素機っていうところも含めて、私は Z の8を買っているので、 Z の8で使いたいなってやっぱり思ってしまうんですね、どっかしら。で Z の F は Z の8ほどじゃなくてええんよ今日、もしくはカメラ使うかどうかもわからんのよっていうレベルの時に、 Z の F を持ち出して写真を撮るというところを楽しむ時に選ぶ、まあ、ちょっと尖った限定的な使い方のカメラなんですね。でもその限定的なポイントにピンポイントで役立ってくれるカメラ
になりますので、ぜひね ZF っていうものは使い続けたいかと思うんですけども、やっぱりそのヘリテージデザインっていうところでね、デスクの上に置いとってもええ感じですしね、そういったところを強調しておきたいかなと。あとはね、今動画でね遅いじゃないですか。これ4倍スローなんですね。動画モードにして H.265 の 120fps で撮っております。なのでほんまはこれ2秒とか3秒しか撮ってないんです。なので私こう構えてムービーにしてパシャって押してもう2秒3秒しか回さないんですよ。で、例えば3秒回します。で4倍スローなので12秒の素材になるんですね。なのでこれほんまはもう3秒ぐらいかけてフッて回してるだけなんですよ。これね、今リナティさんがねちょうどソニーストアさん側で、写真展やってて、で大阪駅から近いハービスの中やったかな、されてるので、ちょっと大阪駅パッて寄って、あ北側じゃなくて南側行ってちょっと寄ってみようっていうところでね、見に行って写真 OKSNS OK でご本人にも SNS でなんていうのアットマークつけてメンションっていうんですかして、投稿してね、ありがとうございますって言ってもらって喜んでもらえたんですけども、ソニーストアに ZF 持って行って ZF ニコンのカメラで撮るっていうねことをしてたんですが、これねボディ内手ブレ補正が思ったより効いてます。ここはねもう私ババババってもうほんま 4秒5秒ぐらいで早歩きでスス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 って歩いていったんで、結構ね揺れが残ってたりもしますけども、他のシーンはねだいたいそんなに気にならなかったと思います。なのでボディ内手ブレ補正っていうのがめちゃくちゃ優秀やなっていうのは ZF に関して思いました。あと ZF は他のカメラに関して電源切ってこうカメラ振るとあんまやったらあかんやろうけど、中でちょっと動いてるのが分かったりします。 Z の8とか9はその辺センサーねガッて止めてくれるロック機構があるんですけど、 ZF はその辺省略されてるのかちょっとね他のフルサイズ機に対して揺れが大きいかなっていう感じはあります。だから何って話なんですけど、感覚としてそれは壊れてるわけではないんでね、初め大丈夫なんか中でゴカゴカ動いてるような気がするってなっても、それはもうそういうもんです。センサーロックしてないんでねっていうところをまずお伝えしておこうというところでございますね。ただ個人的にはですね、思ったところは ZF は、Z8 と同じ XP の7を積んでいるっていうところもあってか、気軽なスナップムービーをバンバン撮っていくっていう感じではちょっとないかなっていうのは使ってて思いました。と言いますのも、MP4 とかの気軽な設定としてですね、 H.264 とかでは 60p が限界やったんちゃうかな。そう、 1920×1080の60p が限界なんですね。で動画記録ファイルを H.265 せっかくなのでね、 ZF の設定画面なんですけど、動画記録ファイル形式が H.264 の 8bit MP4 を設定すると、馴染み深い 1920×1080 の、60p とかが選べますよと。これであれば基本、大体どんなパソコンでも掘り込んでもらったら、編集できるかなと思うんですが、H.265 の 8bit の MOV ファイルですね、こちらに変えるとですね、4K か、3840×2160 という形になっております。で、H.265 の 10bit の MOV にすると、同じくね 4K の、60p とか選べるんですね。で、1920×1080 の 120p とかが選べます。なのでこの 120p、 私は今回、65の 120p、 こっち。265のこっち、120。これですね、120p で撮影しております。で、これがですね、ちょっと私の中で引っかかったのが、他のカメラでもそうなんですけど、120p で撮ると、素材としては、3秒とかのものが120のめっちゃコマ数稼いでくれてるんです。で、編集ソフトに持っていって、例えば4倍スロー、4分の1のスピードにして、やっと30コマの、フレームレートで4分の1として再生できるという形なんですね。で、それ自体はそういうもんなんでしょうというところがあるんですけども、感覚としてですね、ちょっと Z30 に、今 Z30 ね、こっちファイル名 Z30 の方につなぎ直して
ております。でこちらで画像サイズフレームレートを見ていくと、1920×1080の30p の4倍スローというメニューがあるんですね。これ先ほどなかったじゃないですか。 Z30 は初めから素材をもう4倍スローのウォーンウォーンウォーンっていうゆっくりした動きの素材をそのまま撮ってくれるんですよ。これがめっちゃ楽なんですよね。で他にはその上の方に持っていくと、先ほどと一緒 1920×1080 の 120p なので ZF でできてたことで、まあ 4K も 30p であればいけると。 ZF は 60p ねいけるというところで、まあその辺が違うんですけど、4倍スローを使いますかって言われるとほぼほぼの人使わないと思うんですよ。でも私素材ほぼほぼ4倍スローで撮るんです。なんでかっていうと、もう動画を撮るその場のスナップのムービーの瞬間、素材撮りを3秒で終わらせたいからなんですよ。もうジマさん人生急ぎすぎって言われるかもしれないんですけど、ほんまは例えばじゃあ10秒撮ったとしましょう。10秒撮ったとして、普通の、1920×30p で10秒撮ると、まあ 30p の動画が10秒じゃないですか。ただ1920×1080p の30p の4倍スローで撮ると、10秒で撮った動画が40秒分として使えるんですね。30のフレームレートであればね。これが楽なんですよ。ただそれは1920×1080p でもできるんです。この 120p でね、できるんですけど、今度は、動画編集ソフトで速度変えなあかんっていうのがあるんですよ。で動画編集ソフトによるんですけど、速度変えるのってまとめてできるソフトって意外と少なくて、一個一個動画選んで速度、この動画に対して速度はこれぐらいみたいなのを個別で設定していく必要があって、もうちょっとやっとられんなと。なので必然的にカメラとしては手ブレを抑える、もう三脚とかに置いた据え置きの状態で撮るか、ジンバル使うかみたいな撮り方になっていく。でもそれはもうめんどくさいと、めんどくさい言うてもたね、正直に。なので ZF とか Z30 を使うときはそういったもん持っていきたくない日なんですよ、個人的にね。そういったジンバルとかを持っていく日、スライダーとかを持っていく日はもっとごついカメラでしっかり撮るんですよっていう切り分けをしているので、スナップムービーとしてはですね、このZF には4倍スローってのが個人的には欲しかった。ただこれは多くの方が言うと思います、それジマさんだけってね。ただ4倍スローにね慣れてしまうとめっちゃ楽ですし、スナップムービーっていうものがよりね身近になりますし、もうその場に止まってる時間が短くて済むんでね。10秒の素材集めようって思ったら10秒止まっとかなあかん場合と、10秒の素材集めようって思う時3秒だけレック回すだけで済むって全然違うんでね。ここも全部この動画の4倍スローです。 120p で撮って全部 2.5 かけておりますので、素材一個一個に 2.5かけてるのはちょっと手間やったかなっていうところがあります。でも ZF はねそれに対してボディ内手ブレ補正あるから、意外と 60p とか 30p の 4K とかでも撮れたっていうのが新たな気づきなので、確かに私自身その 120p のところ動画の話して思んないかもしれないけど、意外と大事なんでね、お伝えしていくと、そのボディ内手ブレ補正がかなり効いております、 ZF っていうのは。なのでまあまあ、もしかしたらもう4倍スローっていうものをせん方がええんかなってのは ZF を使ってて思うところがありました。っていうのも、まあ、MP4 であればどのね動画編集ソフトでもいきますけど、H.265 の MOV ファイルになると HEVC ですねとかになってくると、ちょっとね癖が強いので編集ソフトをね選んだりするので、そのあたりはね留意してもらえたらなと、という話をしつつ、せっかくであればね、じゃあその ZF で例えば4倍スローのところですよね、 H.265 の 120p で撮った時にどうしますかなんですけど、先ほどねあのリナティさんの写真展に私行ってきましたよっていう、まあ、ショートクリップみたいなものを作った時にこの画面で作っております。フィモーラの12ですね。でいろいろ素材をね左上にバーってインポートした状態、撮ってきた素材を左上の、このメディアをインポートっていうこの部分ね、この部分にまあごっそり掘り込んでると。でその中からチェック入ってるやつが自分がね使おうかなと思ったやつなんです。でチェックしたやつをごっそりこのタイムラインね、今私下でごちょごちょしてますけど、このごちょごちょしているところにボンと掘り込むと。ただ先ほどお伝えした通り、この
イルミネーションっていうんですかね、草がふわふわとかコスモスふわふわのシーンって 120p で撮っておりますので、まあ、結構尺としては長いんですよ。私が3秒4秒とかで撮ってたとしても、それが12秒とかになってくるんで、そんなに尺はいらんと。4倍スローの映像が12秒流れると、うお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 うって動いていくのはまどろっこしいわってなるんで、こう4倍スローの映像はほんま2秒3秒ぐらいでパッパッパって、あ、スローモーションで動いていくんやぐらいにね、しないと離脱されてしまいますのでっていうところがあって、まあ素材をポン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 、まあ切り取っているという形ですね。なので、イメージとしては左上にインポートしてタイムラインに入れて、自分が使う素材の領域だけ、まあ今ハサミではないんですけど、まあ右と左ですよね、頭と、お尻のとこですね、始まりと終わりだけギュッと縮めて、ある程度素材をダイエットさせているというのがこの動画の流れになります。で、今この右上にね、私今数字入れてるじゃないですか、これが今伸びたんですよ、動画が。なので、120fps で撮ってるものに対して、4倍スローをかけたいんですよ。なので 0.25 倍っていうものにしてもらって、まあ言ったらと遅くするんですよね、4分の1のスピードにすると。で、これが Z30 とかであれば、これいらないんですよ、この手間が。4倍スローそのままで撮れるから、先ほど4倍スローって Z30 に書いてたじゃないですか、画面に。このままのもう4倍スローの素材が撮れるんで、収録を Z30 でして MP4 でポンって掘り込んだら、もうそれで済むっていうことになるので、ちょっと ZF を使ってて4倍スロー大好き人間からすると、まあ困ってたなというところがありまして、もっと言い方を変えると、 ZF はこういう日常使いのショートクリップを残す動画よりも、もう 30p でボディ内テブレ補正とか電子テブレ補正とか、まあいろいろ組み合わせて、まあ急にカチッってなったりするときはありますが、テブレ補正入れてるんでね、違和感のある止まり方したりしますけど、そういった使い方なので、もう手ぶれ補正起こしつつ動かそうぜっていう考え方、もしくはもう据え置きで手ぶれ補正切って三脚とかに置いた状態で 4K を 6K のオーバーサンプリングで綺麗に撮るとかね。なので Z8 とかと比べて同じように Z レンズを使って素材を綺麗に撮るカメラなのかなと。 Z30 のような素材の綺麗に撮りつつ、いろんな遊び方ができる、動画で遊べるっていうカメラではないなっていうところが ZF に対して印象として持ちました。なので ZF よりかは理想は Z30 の FX 版みたいなものが出てもらう方が、自分は、私自身は楽しいかなって思ったところでございます。で、画面はどん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 進んでいってますね。実際文字を入れて ZF と 26mm で撮ったムービーですよっていうのを伝えるために、この文字のところでね、タイトルっていうものを入れてるんですけど、私これ間違ってますね。Z30 って入れてしもてるね。で、これ、この時私気づかなかったんです。これ私が編集してる画面、録画してるやつ今流してるんですけど、で、流してるものに対して私が話してるんですけど、この時私気づかなかったんですよ。で、先ほど流してた、エクスポートした出来上がった書き出し済みのデータは、直しております。ZF の 26mmF2.8 にしております。で、文字も真ん中に今入れてるんですけど、その時に真ん中にあったらちょっと邪魔やなと思って、もう左上に持っていって、おります。で、この時は気づいてないんで、 Z30 で一生懸命直そうとして、もうなんか書体どれがええかなとか、もうそんなん考えてるんですよ。いやいや、そもそも Z30 ちゃうでこの素材って思いながら、今ね気づいてはいるんですが、で、サンプルの文字が入ってたところに、プラス Z30 プラス ZF やけどね、 ZF プラス、ニッコール Z の、しかもこれ I 抜けてますね、 2NCOR もうボロボロやね疲れてんねニッコール ZI が抜けてるわ。で、 26mmF2.8 ですよっていうね、形にしております。まあこんな感じで、まあ、タイトルが入れれますよ。あ、 ZF に戻しましたね。でも I には気づいてないですねっていうところがありまして、このままサイズをちょっとちっちゃくするのかな。なので ZF は動画っていうものが意外と撮れるカメラです。もちろんスチル機としてね、一つ目の気づきのようにスチル機としてものすごく素晴らしいカメラであるっていうのは一つもう大前提、モノクローム含めて楽しめますよっていうのは大前提なんですけども、意外とそのニコンさんが動画性能を DF のように切り捨てなかった、もしくはもっと言っちゃうと Z の8とかに類似するぐらいの品質の
性能っていうものを動画機能として ZF には盛り込んでくれているので、まあおそらく動画も撮れるようにはしときたかったと思うんです。なので私自身動画もね、ZF で撮っておりますけども、まあ実際編集するときってこういう手間がいるんですよ。なので、まあ、ZF 使うときはね、今これは何してます、画質とか選んで、まあエクスポートする準備ですね。まあこういった形でですね、エクスポートしてもらったら先ほどの映像が出来上がるという形で、フィモーラさんすごくね使いやすいというか、なんていうんですかね、プレミアのプロとかも確かにすごいんですけど、できることが多すぎるんで、私次第にそのショートクリップポンポンってつなぐぐらいであれば、もうフィモーラさんのようなソフトで十分で、まあライセンスも個人と商用ありますけど、こういった SNS、 YouTube 含めて SNS とかに投稿するんであれば、まあ間接的にプロモーションになるかもしれないので、まあ法人用というか、そのなんていうんですか、商用 OK のライセンスの方を購入してもらってる方が個人的にはおすすめかなとは思います。で、そういったフィモーラの使い方がもっと細かい、あのレクチャーガイド実演の動画は、あの別のところで、あの結構完全版として私自身がね編集してる画面をそのまま見せて、もっと細かいとこ語っているので、もし ZF とか Z30 とかで動画撮って、動画撮ることはカメラとしてはできた、でもその撮った後の動画どないしたらええねんっていう時は、ぜひねフィモーラさんの動画が、まあ簡単なので、まあお安いですしね、無料のやつもあるんです。まあ Mac であればファイナルカットプロとかね使えますけど、プレミアとかにしなあかんのかなって悩まれてる方はもうフィモーラでいいと思います。で、がっつり本気でこだわりたい方はプレミアプロであったりとか、ダヴィンチリゾルブとかね、ああいったものを選んでもらったんですけども、そこは逆にグレーディングとかでゴリゴリ遊びたい人です。私みたいにもうフラットとかモノクロームとか適当に言うたらあかんな、ニコンさんが用意してくれてるピクチャーコントロールで十分満足できるよっていう動画の場合はですね、フィモーラのようなも切って貼って、で文字入れてぐらいのもので十分楽しめるので、あ動画やねっていうところがあります。で、やっぱりスマートフォンよりかは、まあ一眼で撮ってるなってのがわかります。スマートフォンっていうのはどうしてもギッチギチでね、バッキバキなところがあるので、それでも綺麗けどね、スマートフォンでも素材としては。ただまあこういった一眼のミラーレスの方が、私はまあその被写界振動的なね、自然なボケ味というか、まあカメラで見慣れてる映像やなってのを楽しむことができるので、ぜひね動画も楽しんでみてもらえたらなと思います。なのでその ZF っていうカメラはですね、スナップとスナップムービーを撮って思ったことは、自分の中で、私自身の中では尖った使い方、ピンポイントとして大活躍してくれる。でもそこに ZF があるからこそ他のカメラも輝くし、他のカメラもあるから ZF が輝くんじゃないのかなっていうのを改めて実感したものになります。いろいろな場面でね、持ち出してスナップを楽しむと思いますので、ぜひ皆さんのね、その印象、 ZF 私はそういう使い方で楽しみにしてますとか、 ZF 実はもう1台目の初めてのカメラですとか、他のカメラ全部売って全部 ZF にしましたとかね、そういったものを教えてもらえると嬉しいです。このチャンネルではですね、撮影に関すること、カメラに関する情報ニュースを毎週更新で投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。